はい、どうも、ドヤハルです。さて、今回はですね、いや、マジ、ちょっと待って、喋りづれ、声が出しにくい。本当にこれストレス。まあ、前回のバリスティックボーイズのさ、リリースイベントの感想&現地レポートトークでも喋ったんだけど、多分感想なのかな？これ結構ね、季節の変わり目、喉がね、いかれやすいんですけど、今絶賛いかれ中というか、本当にね、うん、出しづらい。いやー、苦しい、本当にマジで、うん、なのでお聞き苦しいところもあるかと思いますが、本当にご了承ください。そしてね、このね、声のせいによってね、本当にね、まあ、今回喋るのがザ・ジェットボーイ・バンガーズ・アンブレイカブルのね、リリースイベント、ジェットエンジンのね、最終公演ファイナルですよね。アベノキューズモールでのね、様子っていうものをね、喋っていく、まあ、感想&現地レポートトークなんですけれども、本当に思うようにいかなかった。本当に萎えた、マジで。いやー、最悪だったねいや、本当にちょっとね、なんか自分としてもね、マジかと思って、いや、バッドコンディションすぎて、こう思うように得点回いけなかったっていうのがあって、ちょっとね、つらたん、本当にきつい。うん、まあでもそれでも楽しかったんだけどね。まあその様子、皆さんにですね、お届けできればなというふうに思っております。それでは本編へ GO でございますね。早速喋っていきましょうか。まあ昨日ですね、ザ・ジェットボーイ・バンガーズ・アンブレイカブルリリースイベントですね、ジェットエンジンファイナル、アベノキューズモールが行われまして、僕ね、かなり久々ですね、 TJBB のリリースイベント行くのですね。いつぶりだ、フォトジェニックのリリースイベントの最終公演ぶりぐらいじゃないのか、わかんないけれども、確かそうだよね。前回の What Time Is It の時は確か僕行ってないというか行けなかったんですよね。で、今回かなり久々の TJBB のリリースイベント行かせていただいて、まあね、いつものね、アベノキューズモールですよ、僕ね。まあリリースイベントのみならず、普段から利用させていただいているのがアベノキューズモールなんですけれども、めっちゃ人すごかったね。びっくりした、本当に。もう見渡せば人人人人みたいな感じで、いや、ちょっとね、過去一だったね、多すぎた。おう、いや、 TJBB めちゃめちゃ人気になってきてるんだなっていうのを感じることができたぐらい、すごいね。なんかこんなに人来るんだっていう印象。いや、僕ね、かなり油断してて、まあ、10時5分から CD のね、販売開始なんですけれども、僕まあ行ったのが10時過ぎぐらいで、めちゃめちゃ並んでた。本当に CD 買うのにめちゃめちゃ並んでて、俺マジ優先観覧エリアの何リストバンドもらえるのかなとか、優先観覧エリア入れるのかなみたいな、そういう心配がね、頭をね、よぎるどころじゃないというか、頭の中にずっとど真ん中にそれがいるみたいな状態ぐらいめっちゃ人並んでて、で、僕が CD 買い終わるのがまあ1時間後11時過ぎぐらいなんですけれどもね、まあだからそれぐらい並んでたんですよ。その時も11時過ぎぐらい、僕がね、先頭に行ったぐらいの時も最後尾の位置が変わってない、だから俺が並んでた時と最後尾が変わってないぐらい並んでるっていう、わけのわからんぐらい並んでたね、本当に。ああ、だからテレビとか TJBB 出てるじゃないですか、それでいっぱいファン増えたんだなとかね。まあデビュー、確実にデビューの時よりかはもうファン増えてるよね。すごいなって思うぐらい人いましたね、びっくりした。で、まあ優先観覧エリアのね、リストバンドは僕は確実にというか、ちゃんともらえた、嬉しかった、ありがとうございます。マジで不安だった、本当に不安だった。こういう時ってさ、俺の目の前とかでさ、もらえないですよって言われることもあるじゃないですかね、そういうのあるじゃないですか、そういうの頭よぎってたんだけど、まあ大丈夫でしたね、優先観覧エリアのリストバンドもらえて。まあでもね、もらえただけでは一安心できないんですよね、本当に。あの、外れる可能性も全然あるっちゅうことで、外れるかもなとか思いながら最悪をね想定してたら、まあそんな時になったら予想通りからってなるじゃないですか、本当に外れたら予想通りってなるじゃないですか、最悪想定してたらね。だから外れるかもなとか思いながら、まあプラプラしてたらですね、まあ多くの視聴者さんにね、お声がけいただきました。本当にね、昨日めちゃんこ声かけていただきましたね、マジで片手じゃ収まらないぐらい声かけていただいて、お、めっちゃ嬉しいなと思いながら、本当にね、ありがとうございました、お声がけいただいた皆さんですね。で、まあ僕ね、フォトブース見に行きながら、まあ時間ね、こういろいろ潰してたんですよね、まあご飯食べたりとかしながら。で、まあ12時過ぎぐらいか、あの優先観覧エリアの発表がありまして、私ですね、なんとか入ることができました。いやー、もう本当ありがたい。しかもね、なんとかっていうか丸2番ね、1番が
ね、200人ぐらいね最初呼び出されるというかランダムで呼び出されるんですけど、その後の2番でね僕2527番とかだったかな、割と早い番号で呼ばれてですね、まあだから200何十人目ぐらいに呼ばれてですね、あの入らせていただきました。割とだからね、結構優先観覧エリアもめっちゃ人いて、その中の僕は半分よりも前ぐらい、前から10列目か9列目ぐらいのところで見させていただいたので、もう割と近いよっていう場所で見させていただきましたね。本当に割と近かったですね。まあ、あの今回ね、まあ、先に言っちゃうと撮影可能部分っていうものがありまして、アンブレイカブルね、割と1番のねところまで、1サビ終わりまで撮影可能部分があったので、あの投稿してます。もうね YouTube に動画アップロードされてますので、それ見ていただくと僕がどのあたりで見ていたのかっていうのが分かるんじゃないかなというふうに思います。でですよね、これね、俺ちょっと一個言いたいのが、まあ、公開リハーサルがね本番の前にあるんだけど、まあ、メンバー衣装も身にまとって公開リハーサルでね出てくるんですけど、正直あれリハーサルの意味ありますかみたいなだったらもう本番でドンって出てきてほしいんだけれども、リハーサルね、まあ多分ね CD 購入者が多くって、まあ、公開リハーサルを例えばね1時スタートだから、まあ、11時半ぐらいにね本来だらやるんだろうけど、多分できなかったっていうのがあるんじゃないかなとは思うんだけどね、リハーサルをやるんですよ、場当たりをやるんですけれども、いやなんかね、わかるかな、なんかこうバッて出てきてほしいじゃん、本番のテンション感で。最初スルッて出てきてリハーサル始めますみたいな感じで、まあでも割とメンバーはテンション高いんですよ、結構テンション高くやってくれるんですけれどもね、日向くんのアンブレイカブルのねレクチャーとかありながらもねやってくれるんですけれども、ただなんか見ながらリハーサルの意味あるかいとか思いながら、まあでもそれでもねメンバー、まあてかジェッティンね踊ってくれるんですよリハーサルで、それはなんかこうお結構本意気でジェッティン踊ってくれるなって思いながらね、なんかこう一曲パフォーマンス見れたなぐらいのなんかこうねお得感はまあ多少あって、まあこれだったらまあ公開リハーサルの意味あるかとか思いながら、まあでもなんかこうね本番だよのテンション感でね本番で出てきてほしいなとかも思いながら見てましたね。まあ公開リハーサルが本番のほんと直前にあるということで、だから1時から公開リハーサルの1時10分本番みたいな感じでしたね。でその本番がねもう本当にすぐ直後やってくるみたいな状態ですかね。はい、でなんかねやっぱね翔くんとめっちゃ目合うのよ本当に。そうだから本番中もめっちゃ翔くんと目合って、なんか俺が似合って見てたら翔くんも似合って見返してくるみたいな、そんなシーンがね本番中もありましたね。で本番がアンブレイカブルと、MC みたいな感じでしたね。だからアンブレイカブル1曲やって MC やって、で最後撮影可能部分のアンブレイカブル、だからもうアンブレイカブルのみなんですよ。で公開リハーサルでジェッティンやってるんで、まあ賞味2曲みたいな感じなんですけど、本編で言うと1曲のみのパフォーマンスっていう感じでしたね。でもかなり結構長めだったね。うん、アンブレイカブルめっちゃかっこよくパフォーマンス、まあ、マジかっこいいね。生で見るとやっぱねアンブレイカブルすごいなって思いましたね。パフォーマンスやっぱやばいよね本当に。まあ、正直僕は MV に関してかなりね厳しいことを言いました。やっぱりこうね MV のクオリティがちょっと低くなってるんじゃないかみたいなことを言ったんですけれども、めちゃめちゃねパフォーマンスとしてはやっぱ素晴らしいなって思ったのと、まあでもやっぱりこう彼らのダンススキルってあんなもんじゃないよなって、もっと踊れるしもっとスキル高いから、そのねアーティスト前とした振り付けよりももっともっとニッチな振り付けにしてもいいんじゃないかなって、やっぱ改めて生で見ても思いましたね。あとは今ねメンバーたちで結構作品作ってるんですけれども、なんか他のコレオグラファーに投げることによって新たな引き出しというか新たな魅力っていうのも引き出されるんじゃないかなっていうのが常々ね僕はね TJBB に思っていることではありますかね。まあでもね本当にね最高に楽しめました。てか MC がねすごくねボリューミーなねジェットエンジンだったかなと今回ね思いまして、でラストね撮影可能部分でパシャリっていうのがあったんですけれども、やっぱ結構ね目が合う、いやなんか僕の視界がねクリアだったっていうのもあると思います。前の人たちが割とちょっと離れてて僕の顔がねトンってね開いてたんですよね。メンバーから見ても多分ねスポンってね多分見えると思います。だからめちゃめちゃ目合う、まあ男っていうのもあって目立つし、まあ僕割と身長高いからさ多分ね頭一つ抜けてるんですよ。だからそういうのもあってなんか結構ね目合うんですよねメンバー割と。なんかねゆうひくんとも目合ったし、たきくんとも目合ったし、
もう目合うっていうだけであれば多分ねみんな目合ってると思うんですけれども、なんかねなんかすごい頻度で目合うな、まあ翔くんに関しては確実に見て似合ってしたなみたいな、そんな感じはねありまして、まあこの真相っていうのが特典会でねわかるんですよ。そうなんですよ。もう特典会のお話しちゃう？まあ本編で言うとまあそんな感じだし、パフォーマンスに関してはね動画見てくれって話なんで概要欄にね動画貼っておくので、そのね、僕が撮影したやつねちょっとかなりいい感じでねちょっと編集もさせていただいているので見てみてください。はい、というわけでめちゃめちゃね楽しいジェットエンジンがねファイナル終わってめちゃめちゃ盛り上がってました。もうアンブレイカブルみんなで ね叫ぶのもめっちゃ良かったですよね。本当にアンブレイカブルって、俺アンブレイカブルまだねショートで踊ってないんでショートで踊ろうかなというふうにね思っておりまして、で今回まあ特典会僕ね1回のみの参加だったんですよね。まあちょっとね予定があったっていうのもあるし、まあちょっとねやっぱこの声でテンションがね下がりのでねちょっとなえりのでね、ああなんかこう、うん、なんか追加するあれでもなかったんで1回のみで、まあでもね結構ね1回で満足したっちゃしたんですよ。というのも、まあ、特典会ね僕ねまあ行くわけなんですけれども、まあその前にね視聴者さんに声掛けいただいたんでそれ話したりとかしてたんですけど、まあそんな感じで、あ特典会だと思って特典会入ってですね、まあねかなりね最初の方にねそのまあ翔くんがいまして、俺ね結構やっぱ翔くん大好きで面白いじゃないですか。やっぱり彼ってめっちゃ面白いですよね、リーダーでねすごい面白いんですけれども、翔くんがあーって指さしてくれて、もうねそれしかね頭にないんだけど、翔くんがあーって指さして見てるよって言われて、おいマジか翔くんと思って、俺マジね声出なかったのよ。その反応したかったんだけど、リアクション取りたかったんだけど、おっと思って声出なくて、そうこの声だから突発的に出ないし、あとめっちゃ周りさ他のさ参加者とか音とかめっちゃ流れてるから俺の声が認識できなくて、なんかねうまく出せないの、ああいう時ってこの声だとこの喉のコンディションだとなんかうまく出せなくてあっってなっちゃってそうそう翔くんがね見てるよか見たよかなんかそんな感じの、まあなんかこう僕のこと知ってるよみたいな雰囲気であーってやってくれて、で多分ねそれにつられてなんか周りの人もおーみたいな感じになってくれてて、で俺もおみたいな感じで、この声マジ本当になんか ありがとうとかうわマジ嬉しいとかじゃん、おっってこの感じのあみたいな、なんかこう潰れたアヒルみたいな潰れたダックみたいな、そんな感じのね喉になっちゃって、あみたいな感じになってそのままね歩いていっちゃうことになるんですよね。だから本当に申し訳ない、これ聞いてると思うんですよ、まあ、翔くんね、翔くんごめんなさいね、マジ本当に喉の調子が悪くってうまくね返せなかったのが本当にね申し訳ないなって思うんですけれども、まあそっからねまあメンバーね本当に順番をマジでわからん本当にね一瞬だったんで順番マジでわからんのだけど、まあゆうひくんとかもねしっかりなんか俺がこうねガッツポーズしてたらそれ返してくれたりとか、俺だからマジそこら辺無言でね通り過ぎるのよ、まあ、マジでいつも最高ですありがとうございます、最高のパフォーマンスありがとうございますみたいなことねまあ言ってたんだけど、たきくんとかもねありがとうみたいな感じだったし、でラストだよね、ラストね俺ひなたくんがいたのだけ覚えてる、うん、ひなたくんだったよね、そう、ひなたくんに俺もう最後さもう投げやりになっちゃって、うわマジでもう声死んだわって言ったの、そしたらひなたくんが爆笑してくれたっていうのだけ、覚えてるから、それ以外はね本当にもうメンバーの前俺はね喉が死んでるから、なんか最高ですありがとうございますみたいな感じで変な声出しながらメンバーの前を通り過ぎていくっていうのが今回のね特典会でしたね。マジ面白いよね本当に、いやコンディションバッドみたいな本当に、でまあ最後ねひなたくんが爆笑してくれたから、あよかったわとか思いながらね、ちょっとねなんかこうこの声でもまあ割と楽しめたわみたいな感じのありましたけれども、まあだから翔くんがねこう指さして見たよ見てるよみたいな感じのこと言ってくれたっていうのでルンルンになっちゃって、でですねまあその後予定があったんで割とねもう最後までいるとかねメンバーの退場を見るとかっていうことはなく、もうすぐね、まあ帰るんですけれども予定があったんでね、でまあその日まあ GU 行ったんですよ。まあ、ここからまあマジで何、まあ、関係ないこともないけれども、その GU 行って感謝祭っていうのがあってですね、まあ、お洋服買いたいなと思って、で、まあ、緑の服買ったよねあーほらごめんなさい、今喉がね詰まりましたね、はい本当にお聞き苦しいので、ね、全然カットせず放送するんですけれども、そうなんですよ、緑の服買って、なんでかっていうと、まあ、翔くんの頭が緑で、まあ、緑の人にすごい嬉しいこと言われた、うん俺めっちゃ嬉しい、緑あ緑めっちゃいい色じゃんっていう、その楽観的というか安易な考えのもと緑を買いましたね。緑のパーカー、うん、めっちゃ買った、めっちゃ買ったっていうか一着なんだけどね、うん、すごく緑のパーカー買ったよね
はい、というわけでですね、まあこんな感じでね、終わりたいなと思いますけれども、いや本当にね、まあ最後っていうこともあってめちゃめちゃ人来てたし、めちゃめちゃ盛り上がったジェットエンジンだったんじゃないかなというふうに思いますね。最高でしたね。はい、というわけでね、今回は以上になります。まあね、あの概要欄に、撮影家の部分のやつと、アンブレイカブルのねミュージックビデオ貼っておくので、そちら見てください。はい、というわけで今回は以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。また次の動画でバイバイ。